では早速ですけど、今、恋愛シリーズということで、えー、聖書から恋愛について学んでます。So um, right、えと前回はね、あのパスターエリアが恋愛について、恋愛っていうのは、あの恋愛することが目的なんじゃなくて、結婚に向かっていくための、それは準備なんだということを学びました。はい 今日は恋愛シリーズ3回目ですけどこれ3回全部参加している方っていますか積み上がっていってててていいいいいまますすね今今日日初めての方もぜひ期待して聞たいいただけたらととと思います If はシングルライフということで メッセージさせていただきます Today, この中でシングルの方って実際どんなぐらいいますかとんど逆にに結結婚婚しててててまますすっっいいいいいいう人 s married? <S またありなでね皆さははこの方たちぜひお聞いてみてくだえっと この恋愛シリーズが決まったときやるってことが決まったときにクリスとエリアからあのさゆりさんにシングルライフについて話してほしい <laughs> <laughs> Life. それはあのー、クリスもエリアも僕たちはあのシングルライフが短かったんだと。シングルの気持ちはあんまりわシングルの気持ちあんまりかないんでお願いしますって言わないんでお願いしますって言われました。すごい依頼のされ方しました。ああ、本当に感謝です。<laughs> But ちなみに私は本当に感謝です。あなは今は、結婚しています今は。 シタちゃんっていうあの知ってる人いると思いますけど、はい、あの笑顔のキュートな a <nice> smile. 優しい男性です。 素晴らしい的な男性です、はいえっと、私があの結婚したのは実は36歳で結婚したんですよ。じゃあ今何歳やって話だねと想像にお任せします <laughs> 実際、彼と初めて会ったのはあの私が16歳で、たちゃんが21歳の時だったんですよ。 そのぐらいの年頃の方は分かんないですよ、いつどういう間に実は私たち、あの同じ教会あの、ヒズコールの元の母教会が滋賀県にあるんですけど、そこであの同じ教会で育ちました。名古屋に私が進学 で来たということもあっっってて、まあ、しばらくもあの全然会ってなかったんですけど now, and,、um, である時に、あのー、私の知人のフェイスブックの中で彼を見つけたんですね。 そこからあのトントン拍子で <laughs> 神様のミラクルがあって結婚に至りました <laughs>。あの詳しく知りたい方はあのヒズコロの YouTube に載ってますのでページにあのチャンネル載ってますので <laughs>、はい。ぜひそちらをご覧くださいませ。Yes, はい、えっ、ー、とまあそういう本当にねあのまあ36歳で結婚したということでまあ長い。 まあ多分この中で一番多分遅いんじゃないかな、長いと思いますけど、そういう長い独身生活を送ってきた中で、本当にいろんな経験やあの葛藤、葛藤だったり失敗だったり、本当にたくさんしてきました。本本本当当当そういうういいいいここここととともあっってて今日でここで話すすができるっていうのははただだ神様の恵みだなと思います、はい で,あのでは、さっき独身だって手を挙げた方その中で結婚したい方いつか,いつか分からないけど、いつかたまにねやっぱ結婚したくないという人もあのいるかもしれませんけどまず本当に結婚というのは神様がよあの私たちに用意された特別な祝福なんですね。 そして本当その素晴らしい結婚生活に、えー、生活を送るために今の,このシングル時代あの独身時代がめっちゃキーです。 どのようにこのシングルライフを送るかによって、あなたの結婚生活が本当決ま決まると言っても過言ではないです。だだ you, you、はい、だかからら今今がめちゃくちゃゃゃくく大事ですす本本本当当、ね、当にこのののの肉眼目目けけじなてててて心も開いいいいい日受け取っていっほしいと思ま はい、神様は結婚を本当に用意して、私たちもその結婚したいっていうふうに願っていますが、間違ってはいけないことが、結婚が私たちの人生の目的ではないということです。そして、結婚が終着点ではないです。えっとね、本当年齢をこう重ねねていくとどんどんんやっぱりこう、ね 結婚がゴールのような錯覚を覚えていくんですね。Life, like、特にこう30代に向かって、30代入っていくと、どんどんこう、ね、本当その葛藤が日々あります。Enter, s, まだそこまでの葛藤を味わっていない方が半分,いるかもし半分以上いるかもしれないですけど。 本当に私はそのあの本当、ね、結婚がゴールのようなか錯覚を覚えてきたことが何回かありました。Life, やっぱりこの結婚がゴールっていうことをあの勘違いする一つの表れがあると思うんですね。 その一つとしてよく聞く方いるかもしれないですけど勝ち組、負け組という言葉があると思います。You know, 結婚してる人は勝ち組、適齢期になっても結婚していない人は負け組みたいな。多分この考え方は日本だけだと思いますけど。はっきり言います、これはう嘘です。誰が作ったんでしょうか、<Okay. S 2> こんな。I know. ね 本当にそもそも結婚というのはゴールでもないし、結婚した人が勝者でも勝った人でもないんですね。もし結婚,が勝者結婚した人が勝者だったら、なぜこんなに離婚や不倫が世の中にいっぱいあるんでしょうか。だから勝ち組とか負け組とかそういう言葉に振り回されないでください。 では一箇所聖書を読みたいと思うんですけど第一ヨハネの5章4節から5節聖書にはこのようにあります「なぜなら神によって生まれた者は皆世に勝つからです」「私たちの信仰これこそ世に打ち勝った勝利です」「世に勝つ者とは誰でしょう?」

じゃあこの幸せな結婚に向かう勝ち組のシングルライフってじゃあどんなものかっていうのを見ていきたいと思います。So、winner, はい、三、えー、つポイントを見ていきたいと思うんですけど、まず一つ目がこれです、えー。自分の価値を揺るがない土台に置き、内面を準備する。Is to place your value on an あなたは自分に価値があると信じてますかじゃ信じてる方、それは何によって信じてますか、so、that, ある人はえ自分の価値をまあ例えばお金だったり持ってる貯金の額だったりまた自分の能力や仕事。 友達の数とか、彼氏、彼女がいるということによって自分の価値を測っている人がいるかもしれません。でももしあなたがそのようなものに自分の存在価値、自分の価値を置いているなら、きっとも上がったり下がったり、上がったり下がったり、すごい激しい動きになると思います。But if それは本当に不安定なものですね。 Very unstable. もう本当に自信を失うことあると思うし、もう心がついていかない状態になることあるんじゃないでしょうか、like、that, でも今日本当にそれを聖書から自分の正しい価値について知ってほしいです、so、聖書にはこのようにあるんですね、とても <the>、はい、有名な言葉です。 この言葉は神様があなたに対して語っている言葉です。この言葉みみはい。この言葉みんなで一緒に読んでみましょうか。Together, はい。イザヤ書四43の4。三、はい。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。あなたを愛3、2、 そしてまたこのように書いてあります。マタイの24三35節。これも一緒に読みましょう。3、well, はい、杯。この天地は滅び去ります。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。And in English, ready. この聖書の言葉を読んでいただくとわかると思いますけど、あなたは効果で価値があるって神様は言ってくださってるんです。Verses, そしてこの価値は、天地が滅びても決して滅びない。決して変わらないんです。It will never change. はい。 私たちがこの自分の価値をこの変わらない神様に置くときに私たちは安定することができるんです皆さん結婚するとき安定した人と結婚したくないですか心の安定した人と結婚したいと思いませんかそれと同じように自分も本当に安定した人に なあの相手は本当にそれを求めていると思います。So、way, そして本当に正しく自分の価値を知ったら今度は自分の内面を整えて準備していきましょう。

子先生という88歳のおばあちゃんがここに出てくださってました。 私は光子先生が88歳って聞いてめちゃくちゃびっくりしたんですけど本当に88歳でもあんなに色あせない魅力を持っているってすごいなと思いました本当に光子先生の内側にあるのは本当神様と人々を愛する愛と本当イエス様に対する信仰がもう本当に溢れている。 本当、これが内面の美しさですね。私たちは本当、おじいちゃんになったり、おばあちゃんになっても、ずっと本当にこの内側の魅力っていうのを、本当に色あせないでいたいですね。So、women, だから私たちは本当に人を愛する心が準備できているか。 人を理解する心が準備できているかぜひ自分の心を点検して、本当に神様に整えていただきましょう。Really、この幸せな結婚っていうのは、 外見ではなくて、本当に心の成熟さによって、本当に幸せな結婚にいいつながっていってます。だからあの、イケメンと結婚したいと思っている女性が虫いたら。 あもう可いい子と結婚できればもう俺それでいいわみたいな思ってる男性。<laughs> <laughs> はい、目を覚ましてください。<laughs> はい、目目をを覚ましまししょう本本当当にに、ね、に見たたとかいいい言言葉に騙さされなででくくださいね今ね自分の内側を磨っって言ったんですけど それと同時に、あの本当に人,人の内側を見る目を養ってください。Time, いや私も本当、二十代、10代、20代のころって、本当に男の人を見る目が全くなかったんですよ。 暴露です、はい、あの本当、ね、あの心を見る目がないというのかなその人の内側を見る目が本当なかったんですよ。よく失敗していました、本当いろんなことを <laughs> でもそんな私の見る目をこう養ってくれた人がいたんです。 それ私が高校生の時からお世話になってるあの人格形成のプロ Yumi 先生です <laughs> the,、uh, er. uh, プロの目はやばいです <laughs>、so、だから本当ね自分の目だけはあんま信じない方がいいと思いますよ本当、うんうん、にこう成熟したあのクリスチャンの友人とか本当リーダー ライフグループリーダーがね、あのー、ぜひ相談するのも一つの大きな知恵だと思います本当、恋愛には知恵が必要ですね。うん だから本当見た目がタイプじゃないとかそういうのでね決めつけないで <laughs> その人の本当に内面、心を見て本当に惹かれたらぜひ話してみてください、その人と。はい、では、2、えー、つ目に行きたいと思います。本当こののの組ととししてて生き方の二つ目として、えー、二番諦めずに祈り 行動すする、はい、ヤコブ2章節節と17節を読みます私の兄弟も,信仰も,もし、信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですあなたの信仰には行いが伴ってますか And so, is action a good Because the Bible teaches that deeds, actions come with faith. So, for example, maybe you're praying, God, lead me to marriage. You don't do anything and you're just like relaxing at home all the time. You never like interact with people. ああ家に引きこもっているのは本当にそれはただのああ怠惰ですね <laughs>。不信仰と言ってもいいかもしれないです。うん、本当に心から神様に祈り求めているんだったら行動しましょう。<laughs> マタイ7章ょ7節から8節。超有名な言葉ですけど。 Eh, 求めなさいそうすれば与えられます。探しなさいそうすれば見つかります。叩きなさいそうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くく者には開かれます。求めるならん。あめん。あめん。ありますよめあ はい。探したら見つかるそうです。ここに例外1個も書いてないですよね。No, like, this this. 探してもこういう時は見つからないかもしれないとは書いてないです。ね。求めているなら行動しましょう。 探すなら見つかる、これは本当に聖書の約束であり、真理です。Truth, seek, 皆さん本気で信じますか、really、<laughs> 特に女性の皆さんに私は言いたいです。待ってるだけでは何も始まらないですよ <laughs> <laughs>、ね。恋愛は女性からスタートしてもいいんです。 求めてるなら行動しましょうしで見ちゃった <laughs>、はいね、本当にこう信仰の一歩、これはすごい勇気がいるかもしれないですけど、これを踏み出すときに神様は働いてくださるんです。 愛による奇跡は信仰の行動から生まれます。聖書には本当にたくさんの奇跡が書いてありますけど、これらのすべての奇跡は誰かの信仰の一歩から始まっています。 ただし、この踏み出し方、一歩踏み出しましょうって言うんですけど、踏み出し方は本当に気をつけないといけないと思いますこの人だけって言って、あの本当にその人しか見えない、周り全く見えてないということにならないように。うストーカーのようにならないように気をつけましょう。Please そのためにあなたには本当こうライフグループがあったり、ライフグループリーダーがいると思います。ぜひ、あなたの恋愛についてリーダーに相談してみてください。まあ,本当にあなたの気になる人、もしいたらこうリーダーにちょっと話してみて。<laughs> ちょっと相手が僕のことどう思ってるかちょっと探り入れてくださいっていうのオッケーです。なかなか勇気持ってこう一歩踏み出せない人ちょっとリーダーをうまく使ってください。ね、あの本当にみんなねさっきよりも言いましたけど、本当日頃チャーチみんなの恋愛応援してますので。 その一つとして、今週金曜日、なんと、WISE カフェで、恋活パーティーやりまーす。では、一歩踏み出す機会として、ぜひ使っていただければと思います。参加されたい方は私とかエリアに声かけてください。 またあの、クリシャンの方で a Christian, こう、ノンクリシャンの男性とか女性、異性の方とお付き合いしていたりとか、If um, going out with またこれからお付き合いしたいなと思っている人がもしかしたらいるかもしれないです。A Christian. そういう方にぜひアドバイスしたいです。ぜひその人が救われるように 本当に信仰を持って祈ってほしいです。そして、恐れずに大胆に福音を伝えてください。With もしその人との結婚を考えているんだったら。 本当に同じ価値観で一緒にイエス様を愛して進んでいく結婚生活ほど本当に素晴らしいものはないです。As as だから諦めずに祈っていきましょう。So them, はい、そして、勝、え、ち、ー、組としての生き方、最後のポイントです。 はい結果は神に委ねよう、神はいつでもベストを用意してく,れくださっている2つ目のポイントで、さっきね、諦めずに祈り行動するということを話しました実はその後が肝心なんですそれは、結果は神様に委ねるということです。 結果を手放すということですね。あなたはこう祈ったとき、その祈りのあと、そのことを神様に手放していますか、really、祈ったのに、何か思い患ってないですか up, 祈ったのに、どうなるかなって心配してないですか 聖書にはこのように書いてあります。第1ペテロ5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。cast all your anxiety on him because he cares for you. 知ってほしいことは、本当に神様はあなたの祈りをちゃんと聞いてるっていうことです。私たちはこう早くこの祈りの結果を見たいと思って、焦って自分で何とかしようとこうハンドルを握ってる時があるかもしれないです。 でも神様は私たちの本当にこう願いを聞いてくださっていていつも私たちにベストを用意してくださっているということを信じてください。神様はあなたにとってのベストタイミングを用意しています。伝道の書3小11説。神のなさることはすべて時にかなって美しい。 神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。しかし、人は神が行われる見業を初めから終わりまで見極めることができない。神様には決して失敗がないんです。No、そして、神様の計画は完璧です。 私も本当こう長い独身生活の中で本当たくさんの葛藤がありました私が年を重ねていく中でも本当なかなかこう結婚できなくてそして本当にこう良い出会いもなかなかこう開かれませんでしたそしてある時私は神様に

心のの中で涙流しながら祈ってたってたを覚えてます私はそれまで本当に今年っていうすごいもうこう強い思いがあったんですけどその祈りを終えたた時にふっと全く違う思いが私の心に来たんですね。 それは神様が与えるタイミングなら、たとえ60歳であろうが、70歳であろうがいいじゃないかと思ったんです。それはもう明らかに私の思いじゃなくて、精霊からの思いでした。本当に不思議な感覚でした。 そして、本当に私の心の中にはなぜかこう喜びと本当に感謝であふれてたんですね。Reason, ness, そして、敗北感ではなくて、勝利感にあふれてました。そして、本当に重くのしかかってた私の心が本当に不思議,な不思議とこう軽くなったんです。 このとき、私は本当に完全に神様に結婚を委ねることができました。その神様に手放したその数か月後に、主人とフェイスブックで再会したんです、はい。そしてその翌年に私は結婚しました。本当にこう あなたは結婚においてもうこの年齢までにとかこういう人ととかこだわってませんか自分の先入観だったり、えー、なんかこう多すぎるリストによって結婚相手を求めてませんか

こう手放すことも、委ねることも、聖霊が助けてくださいます。もしこう心の中に葛藤があるのなら、その葛藤を持ったままでいいので、本当にありのままで神様、イエス様の前に出てほしいです。フィリピンの4章6節から7節 it says this. 何も思いわず。 思い患わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。 Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. There's a phrase, a saying that I really love. 以前礼拝の中でも紹介されたことがあるかもしれませんラインハルトニーバーという神学者が唱えたこう静音の祈りという祈りの一部ですこれを紹介したいんですけど、えー、こういう祈りです神を変えることのできないものを聖音に受け入れる力を与えてください変えるべきものを変える勇気を そして変えられないものと変えるべきものを区別する賢さを与えてください。私たちには変えることができるものと変えることができないものがあるんです。例えば変えられないものというのは 例えば、生い立ちだったり、過去の出来事、人の心や魂の救い、時間それらは神様にしか動かすことができません。でも私たちは時々、このようなものを何とか動かそうと悩んでいる時ってないですか But aren't there many times that you're wondering about how you can change those kind of things? But no matter how much we wonder and worry about it, we'll never be able to change those. だから私たちは自分が働ける領域と神様にしか働けない領域、この境界線をはっきり知るべきです。So、そして、神様にしか働けない領域は本当に神様にお委ねして、神様にやっていただきましょう。 はいえー、今日は本当に勝ち組として生きるシングルライフということについてシェアさせていただきましたもう一度言いますただ結婚することが勝ち組ではありません And あなたが決して揺ることのない土台に自分を置いて色褪せることがないこう内面を本当に磨いていくときに 勝ち組としての生き方が進んでいくんです。Victory, そして、変えられないことは、主に委ねて。Change, 変えられることをイエス様によって変えていく生き方こそ、本当この勝ち組の生き方です。え、結果に左右されるんではなくて。 いつもこう私たちにベストをしてくださっている神様を信頼していきましょうそして、えー、勝ち組として、えー、シングルライフを力強く隠し持って、えー、生きていきましょうはい、では祈りたいと思いますお立ち上がりくださいさゆりさんありがとうございます大き拍手をお願いします大きな拍手を ね、最高のメッセージでした、ね。もう本当に生きた証です。生きた証人です。Was, <laughs> ね、でも本当、さゆりさんの姿を見るときに本当にあの幸せがね、感じます。皆さんは人生の勝利者です。ね、勝利者かかどうかを決めるのは 僕たちが誰かと付き合ったとか誰かと結婚したっていう事実ではなくて。ね、それが何かではな結果そではなくて。それが何かな結果でも揺れることのない。その心を受け取る時に僕らは勝利したいと思まする。それが何かではなくねそれが何かではなくて。それが何かではなくねその結果を得ようとする You ね、でも大事なのは s <S、ね、あなたの心です。<your> ね、女性の皆さん傷ついている人がいるかもしれない。Ladies, ね、悲しみが恋愛の中にある人がいるかもしれない。ね、また男性に依存してしまうそのような心がある人もいるかもしれない。ね、誰かがいないと安心しなかったり。ね、不安があったりするかもしれない。ね、でもそれは神様が作ったあなたの姿じゃない。 ね、神様が作ったあなたはそんなことで揺れる女性ではなくて神の目に美しい神の愛する娘です、ね、状況によらないその心を受け取るときに、ね、私たちは勝利者になる ね、神様はイエスキリストをこの地上に送った。ね、神様イエスキリストは愛です。ね、すぐ揺れてしまう、間違った方向に進んでしまう、私たちの罪のために。ね、すぐに結果を負ってしまう、その弱、そのような弱さのために。ね、自分勝手さのために。 ね、自分が負ってしまった傷や恥のために。イエス・スキリストは地上に来て 「Jesus came to this earth」てをて死くた「He took every sin, every wound, every hurt, and He went to the cross」僕たち許れた「And because He died, because Jesus forgave us, we can be completely forgiven」「Because He won even over death, and that's why we can also win.」「We are victors in our hearts.」 ね、今、祈りたいと思います。目を閉じてください。さよりさんは、勝利者と生きる、そのようなシングルライフについて話してくれました。ね、今、シングルの人もシングルじゃない、結婚した人にも聞きたい。ね、自分は状況じゃない。ね、心において、イエス様の勝利を迎える。どんな状況でもイエス様に愛されていることを受け取って。 誰かの人を命を命けてて愛するようににどんな状況にいても「その心をの歩む、ね、そのように思う人は今目をを閉じててて手を挙げて教えてくださいイエス様あなたを招いていますあななたは敗者者じゃない勝利者です。 ありがとうございます。おろしてください。You. You 祈ります。ありがとう。ありがとう。ありありがとう。ありがとう。あながとう。あり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 とう。ありががと どれだけ自分たちが勝つたとをて忍耐のは、自分たちが勝したとしても、no、を決めるのはなくて、自分たちが勝しことを決めるのて自分たちが勝つことを決めるのは、自分たちが勝つことを決めるのは、自分たちが勝つことえ決めるのは、自分たちが勝つことを決めるのは、自分たちが勝つことを決めるのは、自分たちが勝つことを決めるの 今その心を受けております。Heart, イエス様ありがとう。るイエスう。リストのう。前によって祈りますもう。一つ聞きたいですもう。ありがとう。ありがとう。あ今日神様イエス様についが話しましたとう。ありがとう。ありがあってもがとう。あり、no ね、があっがも ね相手をコントロールしてしようとしてしてまったり相手に依存してしまったり、自自自暴棄になって自分が嫌いでもそのような罪を全部イエスとリストが支払ってくれたり、だから勝利者たんです。だから変えられるんです。だから帰られるんです。 ね今日初めて教会に来たっていう人もいると思う。ね、全部を信じれなくて大丈夫、ね。全部が変わることをイエス様は求めてない。でも今日あなたの心が変わることを望んでる。ねあなたがその愛を受け取って。ねこの愛を信じてほしい。ね神様をイエス様を。ね今目を閉じて。 自分にもイエス様の愛が必要だ心が変えられる必要がある、ね、神の愛が必要全部わかんなくても、ね、今その愛を受け取って心を変えたいそう思う人は今目を閉じて手を挙げてください今イエスキリストの愛を受け入れたい人、ね、そう思う人は手を挙げて教えてくださいありがとう下ろしてください You. You また、イエス・キリストに戻ってきたい人。ね、神様に立ち帰りたい、ね。自分はイエス様を信じていながら、敗者の人生を歩んでた。でも今日戻ってくる。 ね、心を変えます。ねイエス様ありがとうい人にりがいたら手い挙げて教えてくださいありがとうございます。最後にもう一回だけ聞きます。イエス様の愛はいあなたに向けられています。今あなたがそこに立ってありがとうございます。には意味うがます。あります。状況は変わらなくても変えられるのはあなたの心です。あなたとうございまがとうございます。ありがとうございます。ありあがいがあります。あす。あが あなたは勝利者になります、ね、今日イエス様の愛を受け取りたい人、so、today, さっき手を挙げた人も挙げれなかった人も you 今その愛を受け取りたいなら it, 最後にもう一度手を挙げて教えてください you ありがとうございますありがとうお <Thank you. S 2> ろしてください okay, 祈りますイエス様 <'ll> ありがとう Jesus, thank you. ね私たちの,罪のために死んでくれたりありがとう。Thank you that you died for us. We receive your love. I don't understand everything. あなたと共にいます。ね、なた持って信じれるように導いてくださいあなたについていきます。So、僕を愛はしてくれてありがとう。あなたを愛します。愛するイエスキリストの名前によって祈ります。Jesus, イエス、様に拍手しましょう。そして前にクリップが出ます。

come into my heart and lead my life Amen. let's give Jesus praise once more and let's give Sayuri another hand as his call we're supporting your relationship. and so let's continue learning together let's live a victorious life together okay? let's worship again once more to finish